第2組は18名。星ナンバー4番北山くん千住ジュニア。さあ 200m をどのぐらいのペースで通過いたしますか。31秒。第1組1着でした大前くん、フィニッシュタイム3分6秒29でありましたが 200m32秒、それよりもこの第2組1秒上回っています。アウト。さあ 400m です。 400m の通過65秒。さあ第1組よりも4秒早い。勢いが止まりませんと3分を切れますか。さあ2人で記録を上げていきたいところ。7番は足立くん青平氏、6番は岡田くん東京オリンピック。さあ鐘が鳴ります。 400m、 600m、 1分43秒。第1組よりも5秒早い通過ですよ。5秒です。あともうちょっと頑張れば2分台。さあ皆さんどうのご声援。小学生ですよ、小学生が 1000m 3分を切れそう、切れるか切れないか。さあちょっと向かい風が強いでしょうか。さあしっかり打って、まもなく残り 100m となります。2分40秒。さあ残り 100m 19秒だ。勝負2分台。さあ声が大きな声が出ます。あと10秒。53 54 55 56 57 58 59 3分。さあ切れたかどうか。タイマー止まってしまっていますので、正式記録お楽しみに。ここでやって3分20秒。素晴らしい走りを見せています。5番は荒川くんエボリューション TC。 出場の選手最後まで頑張ります。オッケー、あと半分だよ。頑張れ、あとちょっと頑張って、頑張れ。さあまだ4分になっていません。ここでやっと4分。上がりのトラック競技がありますが、メインスタンド下では小学男子の走り幅跳びが行われています。どうぞこちらにご注目ください。第2組すべての選手がフィニッシュいたしまして。